長様、豊臣秀吉様、徳川家康様、新潟隊から東馬さんと夏さんが駆けつけております。さあ、どんなステージを見せてくれるんでしょうか。早速登場していただきましょう。名古屋おもてなし部長会の登場です。こちら力を振り絞って腹をつかせて、はい、この地昼飯食べに行くためにももう一度元気よく参りますよ。お願いします。皆様こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし部招待拙者新月隊を東馬と申しまする。夏にございます。武将の方々をお助けするため津々浦々の戦場を東へ西へ我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし部招待新潟隊よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。こってりだけじゃないディスカバー愛知へ出会えと我ら名古屋おもてなし部招待がやってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。名古屋おもてなし部招待と名古屋の名がつく以上、これからは名古屋の魅力を存分に発信してまいりたいと思います。はい。名古屋の魅力といえばものづくり、名古屋飯、そして歴史。こちらさ、ものづくりはあちらのような未来クリエイター愛知などのものづくり部下を超えとる愛知県名古屋も出店しておりますので、はい、そちらの方でご覧いただき、名古屋飯はもう皆様試食もたくさんござるようにたくさん出ております。味噌煮込みうどんなんかも出ておりますかね。ただ味噌煮込みうどんは今食べられませぬ。ぜひですがお買い求めの上お家に持って帰って名古屋飯の味を楽しんでいただければと思います。して今これからは、はい、3つ目の歴史、武将のふるさと愛知名古屋の魅力をこの地武将様が出ていらっしゃって、はい、そのお姿にて魅力を発信してくださいませる。さようにございます。ゆえに皆様方にはその歴史の文化を見ていただいて、そして体験もしていただこうということで、なぜや、はい、勝ち時を皆様にやっていただこう。かしこまりました。勝ち時と申しますのは戦勝祈願、勝ち戦を願ってあげるものでございまして、右手の拳をえいえいあーえいえいあえいえいあと、このように三度あげるものでございます。皆様方はえいえいに続いてあと元気な声を返してくださりませ、よろしくお願いいたします。さあでは皆様方右手の拳をご準備くださいませ。さあ後ろの皆様もぜひご一緒に右手の拳を上げてくださりませ。ありがとうございます。よろしゅうございますか。えいえいおだけで腹をつかせようと思ったら相当大きな声を出さねばなりませんよ皆様。はい、元気のええ声でお願いいたします。お願いいたします。では参りますと、皆の者を勝ち得者それえいえいあえいえいあえいえいあおもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし物の不集団、本日は前世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神性お届けする所存でございます。400年の時を超え熱い炎で心を燃やす
隊じゃ。みんな笑顔で参ろうぞ、陣笠隊トーマ。腹が減っては戦ができる、陣笠隊ナッツ。この一生は共に会うて遠き道を行くがもとし、急ぐべからず、いつもの絵が主らを導かん。尾張名古屋海軍徳川家康。おめえたち夢持つならトイレメモってちょうだいや。皆の衆、わしとトイレ耳を前戦国一朝出家者、わしが豊臣秀吉じゃ。はぁ、理想の持ち新年に生きる、一心に生きてくる、その生涯は光を放つ。我らは大の戦法、織田信長である。我ら名古屋おもてなし武将隊、いざ前へ。幾数年、最後も最後に全国を制覇した天下人、徳川家康。ああ、徳川家康が江戸に帰ってきたぞ。それじゃよい、共に参ろう。さあ、いや、天下太平に浮き着き初代江戸幕府将軍、わしが徳川次郎三郎家康である。はあ、その才覚で百姓から天下人へ、民に愛されし戦国一の出世頭、豊臣秀吉。さあ皆の衆、わしが見えたら手を振ってちょう。そうじゃそうじゃ、はい、奥の方も見えとるで振ってちょうよ。ありがとうさん。あきた、うわぁ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 、危にあって、わしが上から行こうとしとるのに上から来たらいかんだね。なあ、皆もそう思うじゃろ。俺、わしの水は取ったらあかんで、ね、しっかりわしの勝ち。おみやたち、辛くても暗い顔しちゃいかんだね。皆で笑って暮らせるよ、この三と共に前に進もうではねやか。戦国一朝出世者、わしが太閤豊臣秀吉じゃ。はあ、食えるな曲げるな、その思いは尽きることなく、その男は誰も見たこともない夢を見た。苛烈に波動を全うした天下人、織田信長。比べれば夢幻のごとくなる。ひとたび将軍家劣勢なもののあるべきか、我らは大六天王織田信長である。皆の者、勝利の前祝いじゃ、立ち時をあげよ。はっ、名古屋と愛知とここに集まりし皆々の明るい未来に向かって立ち時じゃ。それえいえい、あえいえい、あはい、我らはここに蘇る、我らはこの時代に生きる、皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける、皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか、共に悩もうではないか、共に喜ぼうではないか、共に楽しもうではないか、共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊、参る。
ということでいかがでござるか家康殿。いや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 、改めて、改めてよろしゅうございますか。おう、上座わし徳川家康江戸に、おう、声張って帰ってまいったぞ。声張ってなんとはカツカツになってね。なんで一番大事なとこさ、まあ、この嬉しいおともさ張ったな、秀吉殿。どうなん、どうしたんじゃ。反対に秀吉殿、そして織田信長殿、我が江戸の町はいかがにござるか。毎回毎回江戸に来たらいかがでござるか。いかがでござるか。確かにわしが思う江戸ですが、来るたびにおしゃれが、おおしゃれの度合いが上がっておるで。例えば、例えばじゃけど、この秀吉殿、秀吉殿、どうした、そんなことよりもディスカバリー愛知の魅力を発信してくださいませ。江戸の話は信長殿も江戸の魅力を感じるのは、それは仕方のないことでござる。まあ、江戸はもう来るためにおしゃれ度合いが上がってるで。さようですな。ちなみに信長殿は江戸ちなみにです。江戸か、江戸かですか。いやもう人がたくさんおってる。おそんぐらいだな。ありがとうございます。この江戸の町を作ったのは実は愛知県民なんじゃな。おうおう、愛知県の民がわしと一緒に軍で従事、そしてこの町を一生懸命に作ったわけじゃ、うん、故にこの愛知県にゆかりのあるものがたくさんあるわけじゃ、うん、江戸に住んでおりよ、ちもの手挙げてみ。あ、結構大変な者たちがおるわな。ほうかほうか、上に地名もほえから。江戸の民というのは実は愛知県の民と舌がよう似ておる。ほうほうほう、しっかとした味が必要であるということで、ここにはまさにこの愛知県の信長殿のこの食文化、塩辛い食文化が残っておるということですな。江戸にも浸透しておりますぞ。味噌、味噌、お代表的なものが出ましたな。確かに味噌は、いや、その大好きだね。大好きですな。その前に、ほうほうほう、一体我らがどんなものか、おわしらが紹介していいですか。もう確かにわしらが何者か知らんものおるじゃん。東京のことをすごく聞いてくるものがおるとしか思わんで。おじゃな、徳川家康であるから。いや、しかしながら家康は先ほど言った通り、この江戸というのは愛知県民が作った。そしてここにおる信長様、わし秀吉、そして家康殿、これ全員愛知県出身なんじゃ、うんうん、で我らは名古屋城に日々出陣をいたし、うん、平日はもちろん土日祝日はこのように演舞なるものを披露しておるゆえに、この名古屋城にもし来た際は我らを必ず探してちょうよ。そしてこの名古屋城、今一番と言っても過言ではない、見てほしいところがある。それはどこですか、信長様。わし織田信長です。いやはり拍手の小さい。待カラクリ家イジイジして全然こっち見てないの。もしもし生かすのであれば江戸の民以外にしてください。じゃあ江戸の民以外に。ちなみにお主は江戸に住んでおるものか。やめてください。2番目、そうだな、本丸御殿か。本丸御殿、出た出た出た。本丸御殿、だわり知らないらしいぞ。反応が遅いですな。なぜじゃ。いや、この本丸御殿というのは、うん、まあ、正式な建物でござって、うん、この城主が家にしとった場所であり仕事場でもあったんじゃ、うん、その城主、面白くてね、名古屋城の城主、これ一旦引っ越して新しい御殿を作ったんじゃ、うん、でこの本丸御殿、もともとは本丸御殿、一体何にしたかというと、これ家康殿将軍専用の宿泊施設に変えたわけなんじゃ。これ家康殿は本丸御殿に宿泊した経験はあります。そして本丸御殿から出陣をいたし、とある戦をいたし申した。おお、その話をするか、ここで。うん、雲行きが怪しくなるぞ。見合って見合って平和的に相撲を400年前にすんな話です。これは相撲は負けぬんでやってください。その本丸御殿が大阪の神、あ、大阪の神。わしがそこから大阪の神に出かけた場所ですな。ああ、
ということで、これ家康殿専用の宿泊施設ということで、どれを豪華に作られたわけなんじゃ。大阪の時には触れずに参る、うん、忘れようなあ。しかもこれは実は国宝第1号にも指定されとったさようですな。まあ先の戦で一度燃えてしまっとるんじゃ。それを名古屋城何をしたかというと、設計図と写真、そういったものが残っとったで、復元工事をやったわけなんですよ、うん、復元というのは何かというと、当時の材料、当時の作り方をいたし、復元、丸々復元をいたした。これはどういったことかというと、400年前に建てたか、今平成に建てたか、ただそれだけの違いなんじゃ、うん。そして総工費が150億円かかっておるがゆえに、どいりゃ豪華になっとる。これ言葉で説明してもわからんと思うので、ぜひこのチラシなるもので本丸御殿を見て、うん、そして実際に足を運んで見ていってほしいということじゃ。一口に復元といっても、やはり太古天皇が申された通り、工程から材料から全て一緒、工法まで、ほいからなんといっても400年前のものと一緒なのはな、400年前の人工、これを全員一回よみがえらせてな、でまた仕事させておるで。今のは嘘。よみがえったのは我らだけ。でもそれと同じくらいの技術は持っておる。さようですな。ということは400年前の見ておった、もう侍が見ておった新築の状態を、今の世を生きる主らは同じものが見れるということ。ゆえにわし400年前の記憶がよみがえる場合がございます。よみがえる場合、場合がございます。場合、この場合、どういった場合かと申すと、お今は江戸期か平成期か、おどちらじゃというぐらい、お思い起こす場面がありますな。どうなことの、まあ、始まっとるじゃないですか。さようです。ゆえにバカと天才が紙一重だ。紙一重だ。塩って塩申し訳ございません。利用しとも寝てください。いや、私は天才の方。いやいや、天才の方。まあ、どちらかというと平成に決まっとるじゃないか。でもそれぐらい復元工事がしっかりしとるということなんじゃない。さようにござる。ゆえに、実は今日の二条城、これから江戸の御殿も、本丸、名古屋の本丸御殿も、実は似た構造をしており、江戸城に入ることはかなわんじゃろ。うん、さりながらそういった400年前の息吹を感じることができる。ぜひとも天下人が見た姿、主の眼で見てほしいわけなんじゃな。さあ、そして秀吉殿、この愛知県の魅力は文化だけではありませんな。冒頭で当麻が申しておった名古屋飯も、名古屋飯、名古屋飯と呼ばれるもの以外もあるわな。はい、さようでございます。お主はこの学籍やめておく。十分だで、十二分だで。はっ、うわ、お主ははっ甘いものが好きじゃな。はっ、いやいや、この鼓膜がやられると。その前にわしのがやられる。失礼いたしました。何か愛知の魅力を発信すべく甘味を届ける。春日井にござる。おほ、吉野という甘味屋さんがこたび出店しておりまして、これですか。わしらも先ほどいただきまして、おいしいおいしい大福が、しかもですと、ただの大福ではございません。あ、なんじゃ。種類がまことにたくさんございまして、あ、ったな。もう10種類ほどございますか。あるかの、ござるぐらいで、たくさんの種類を用意してございます。豆大福に、はい、大福、拙者がいただきましたのは、ぶどう大福。ぶどう。織田信長殿は、わしはよもぎ。よもぎ。よもぎ。秀吉殿はバナナ。バナナ。バナナ。ちょっと待って、これバナナある。バナナあるな。リンゴで、黄色はリンゴ。まあ確かに400年前はバナナ食べたことないですからね。わしはある、わしはある。信長殿はござる。あれをリンゴって言うんじゃな。初めて知りましたな。初めて知った。普通逆ならわかりますかね。リンゴだと思うのに、それがバナナになるというのは。なるほど。ギャップでした。いや、リンゴ味だった。秀吉殿、バカと天才は何わしどっち。天才やったー。ナッツはどうじゃ。いや、私あの豆大福を頂戴いたしまして、誠にあの甘さが上品でございます。外のお餅のもっちりした感が、もう美味しくて、ね、いっぱい出てきたぞ。誠にあの皆様、誠に食べていただきたい。共感しとるんだな。
共感しとるんじゃな。久しぶりのようでございます。共感がいちいちでかいんじゃな、うん、わしが消費したのはくるみでござる。くるみ、くるみ、食感がなかなかよく、おお、チートバーカーこの塩味も強く、あ、塩味かったですな。さらに拙者がお勧めしたいのはですな、この吉野の朝宮という地にございまして、近くに朝宮公園という大きな公園がございますので、皆様行楽ピクニックに行くのにうってつけなのです。近くの吉野で甘味を買って、そして朝宮公園に行って、公園でのどかな時間を過ごしながら甘味を食、その時間が何よりも幸せでございますので、ぜひとも愛知にいらっしゃって、春日にいらっしゃって、吉野、そして朝宮公園と行楽のシーズン始まりますので、足を運びくださいませ。有名どころも良いが、はい、そういったところもあるということですな、はい、良いではないか。ちなみに、愛知県に参ったことあるよ、ちも手を挙げてみる。ああ、ほうかほうか、では聞いてみようぞ。おうおう、では先ほど命を落としかけたお主お主はどこに来たのじゃ。名古屋と岡崎。名古屋と岡崎、実はわし岡崎に生まれ、あれは忘れもせぬ松平武千代という名前でわしは生まれたはずじゃ。そしてその後3年後母お代の方と行き別れ、また雲行きが怪しくなってしまう。その4年後江戸に来て嫌な思い出が父上と本庄の別れをいたし、そこから多処理数十年後将軍になったのだ。あの一番苦い思い出が全部消えとる。よ、素晴らしい、よかったよかった。信長殿、我が江戸の町はいかがにしてきた。記憶がもう始まったのぞ。記憶が飛びましたが、江戸はとても来るたびにおしゃれの道路でとても秀吉とのディスカバリー愛知愛知の観光発信を好みもそうか。では何の話をしよう。あ、その前に我ら名古屋おもてなし一体どんなものなのか説明してよ。さっきと同じようなかも。は、私もあの一回見たかなと思ってはおるんですけれども、わしあのバナナの大福が好きです。あれはリンゴで、リンゴか、リンゴ言うんか。普通はこのバナナが出たリンゴと間違えてしまう。あれは逆ですな。あ、逆だったな。お世話になった、恐れながら申し上げます。時間は有限でございます。まあ、ちなみにでは夏に参ろうか。夏はこの愛知名古屋観光発信するのはどこを見てほしい。はい、あ、私は最初に前説申しました、ものづくりでございます。はい、愛知県の名古屋市には森竹の森というところがございまして、そこは小さなお子から大人の方まで楽しんでいただける、体験もできる場所が実はございまして、陶磁器がそこで作られております。その陶磁器がこうわーっと飾られておったりだとか、またその自宅に参るんで、あー、ちょっと話長かったですか、赤子が大丈夫、赤子を反り返してしまいました。申し訳ございません。そんな赤子でもきっと楽しめる、その森竹の森のすぐ近くにトヨタ産業技術記念館というものもございまして、男の子が大好きな車が展示してございましたりだとか、かっこいいやつだな。さようにございます。またあの糸を作るための織物機でございます。そういうのが展示されておったり、はたまた何あのバイオリンならの楽器を弾くあのからくりがおったりなど、まことにそういうものづくりというものが詰まった場所でございます。そういうところにもぜひお子様を連れて行っていただけると良いんではないかなと思います。そうじゃな、カラクリや自動車は有名であるやもしれんが、バイオリン実は名古屋が日の本一の名産地なんじゃな。日の本で一番国産で作り始めたのも名古屋にございます。その一番最初のバイオリンを気づいたのはわし徳川家康ではありませんが、違う違うか。さりながらこの自動食器というのはもともとからくり技術、我らが鉄砲やら戦国時代の時にからくり技術を育んだものが転じて転じて自動食器となり、自動車を作り、今では宇宙航空産業とありなっております。素晴らしい。いや、そんな産業もええけど、これだけは言わせてちょう。なんと東山動植物園にゴリラが戻ってきたぞ。ゴリラ
再びあの有名な、これは多分ほとんどの者たちが知っとると思うんじゃが、イケメンゴリラシャバーニ。おーおー、シャバーニ今実はな、なんていうんだ、宿舎というのか、あれはあのゴリラ社か、ゴリラ社、ゴリラ社が移転いたし、つい先日新しいそういった庁舎にゴリラが、またシャバーニたちが出てきていられるようになったということなんじゃ。そしてとてもゴリラタワーなるものが、ゴリラタワーもうさすがにまだ見とらんか、見たよちろる新しいその宿舎、ゴリラタワー、ゴリラタワー登ったよって。いやあかんです、ゴリラの近くはあかんです あれはすごい力を持っています。うん、まあゴリラタワー、これ日本一と今言うとるゆえに、ぜひこの東山動植物園行った際はこの新しいゴリラタワーを見ながらシャバーニも楽しんでてちょうよ。わしからは以上でございます。なんじゃん江戸はいかがでござるか人が多いああそして名古屋では観光名所だけではなく、先ほど言ったお前岸辺の話したってぜひともさせていただいてもようございます。岸辺の話しますって言ってた忘れた忘れた今思う。いや秋田生命所の話は後ですよ、後にいたしも後です、また出番があるんですか。そんなに家康殿だって、うん、いや徳川家康の漫談講座がこの後にあるはい、ないしかし名古屋はいいとこたくさんあって、歴史もあって、ものづくり観光名所あって、たくさん行きたいとこあるけども、全部ひっくるめてそういうのが楽しめるところがあったらな。あすまん、偶然で出してしまうだな。これはな、信長公路というものがござってな、これは何かというと、わしのあまりにも有名なあの戦いじゃん。戦いですな、桶狭間の戦い知っとる者手挙げ。おお、一番上がりましたな、一番上がったな。そう、この今川合わせ2万5千に対し、たった2000の手勢で奇跡的に大逆転、いや計画的に大勝利を収めた戦い、桶狭間の戦いが実は古戦場が名古屋市内にあるということは、桶狭間の戦いの有名ぶりに比べるとあまり知名度が低いということで、再びわしは清洲城からその桶狭間古戦場公園までの道のりを信長公路と設定いたした。わしが実際に行軍したと言われる道筋が今でも残っており、その道筋は大体大街道を通っており、大須観音だったり観光名所を多く通るわけじゃん。わしが立ち寄った寺社仏閣もたくさんござるで、歴史の息吹も感じられながら名古屋の市も楽しめる、これこそ一石二鳥の信長公路、主らの確率にて検索いたせよ、信長公路だ。ちなみにこの扇も売っとるでな知っとるな、お主らな、これも買い求めできる。ああ良いですな、今ならわしとお揃いのものも。あよですな、今ちょうどこれは現世の言葉で言えばキャンペーンなるものをいたして幕府特特キャンペーンということで、今買うと5割増しで買える。5割増しだったら今はやめといた方がいいです将軍割増しが効いとるんだよな、その分本丸御殿に行くと思いきやスッと入るちなみにこれはおいくらでございますか。これは1000いくら、1200から500の間ぐらい時価と。では2000をちょうど超えるぐらいですな。5割増しキャンペーン5割増し、そう5割増し江戸幕府トクトクキャンペーンです。これはトクトクは徳川の徳、分かった徳川が得するということです。あーね、トクトク徳徳キヤンケあーということで愛知の魅力随分と伝わりましたが、いやーもう余すことなくノートマはノーナツはですが、聞いてましたいえそれは家康の家で違う、いい絵のことじゃ。まあただ魅力は十分に伝わったと思っとるで、まああとは家康の魅力もだいぶ伝わったんじゃないけどで、なんかこの後家康の漫談コーナーさよそれお楽しみにいたし、
今日このディスカバー市というのは一日やってるからな。そうですな。このうちも存分に楽しんでほしい。うん。さらに南々に写真を。あ、これあの愛知でこれを拾って5枚集めて秀吉の勝ちになる。さようにござる。ひでひでキャンペーン。ひでひでキャンペーン。せっかくだ。あ、むしろあの記憶だけじゃなく記録に残してもらいたいということで写真撮影をいたそうではないか。はっ。おお、ドーンと呼んだのが来た。早い。早い、映せた。早い、映せた。負けと。では、まずは正面から。正面から。わかりました。では、サルは、数を数えてまいります。5、4、3、2、1、しまいじゃー。よし。では、こちら方参りを。しっかりですよ。せよ。カラクリ石と卵よ。入る。五、四、三、二、一。しまいじゃー。どれだか。よし。さあでは参る。五、四、三、二、一。しまいじゃー。ありがとうさんじゃ。ありがとうさんじゃ。さあ、このうちの南南は、このディスカバリー愛知にて、愛知の魅力を十分に満喫いたし、ぜひとも名古屋に来てほしい。我らはいつでも名古屋城で待っておる。また会おう。さらばじゃ。